そして次ですけども、レコーダー選びも考えましょうやとは、最新版でね。で、今32ビットフロート録音ができるレコーダーはもう当たり前なので、何がいいみたいなことはちょっと省略しますけれども、ただね、32ビットフロートで撮った場合に後処理っていうのが必ず重要になっちゃいますね。レンジが広すぎるので、そのまんま、配信とか、映画館にはかけられないです。レンジが広すぎてね。なので、まあ、そのノーマライズって言いますけども、普通に聞ける音の幅、小さい音と大きい音の幅を狭くしなきゃいけないっていうことが起きますね。なので、最終的には24ビットリニアの音の幅に持っていくってことになるんで、そういう後処理が必要だっていうことなんですね。で、ズーム社さんはね、ノーマライズ機能をレコーダーの中に設けてるので、録音したファイル後でノーマライズってやると、その聞きやすい音の幅に縮めてくれるので、まあそういうのを使えばいいんだけど、ただそれもテレビ用のノーマライズなのか映画用なのかっていうところも厳密に言うとあるんでね、結局は後処理しなきゃいけないよねってことになりますね。ただ今その自動で音圧の幅をね、ラウドネス補正って言いますけども、自動で編集アプリがやってくれるようになったので、まあ、32ビットで音をぶっ込んでも編集に入れてもそんなに苦労は昔ほどはしないね。やっぱり3年前出始めの時はプロの MA 屋さん、音を整えてくれる人たちもなんだこれやと、どうしたらいいのと、音が見えないよみたいなことがよくあって、自己扱いされてましたけど、まあ最近はもう32ビットフロートが当たり前になったから、いちいち言わなくても済むようになっちゃったねですね。それからですね、何チャンネルレコーダー必要かっていうと、通常はね、4チャンネルあれば大抵大丈夫ですね。で、ただね、やっぱりこの配信の仕事まで入ってくると、テレビ番組とかね、入ってくると6チャン以上欲しくなるよね。やっぱり出演者6人っていうところが、まあ大きな規模では定番。それ以上になっちゃうともう本当に特殊な世界だから、まあレコーダー何台か並べるとかね、いう世界になっちゃうんで、ちょっとまあそこは特殊事情なんだけど、6チャンネルあればなんとかなる。なので、何のレコーダー買っときゃいいのって言った時に、最低4チャンネル、できれば6チャンネル以上っていう感じだね。で、もう一個重要なのがですね、オートミックスっていうのがもう各社搭載されるようになりましたね。オートミックスって何かっていうと、複数のマイク入れた時に、喋ってる人のマイクだけがオンになって、それ以外は少しフェーダーを下げると。完全にゼロにはしないんだけどね、下げてくれると。で、それは何のメリットがあるかっていうと、これは前にも説明しましたけども、VR6HD の回数の時でもしましたけども、マイクが複数増えれば、マイクが増えた分だけフロアノイズね、環境音は1個の時より2個にしたら背景音は2倍、3本だったら3倍っていう風に増えてきますから、チャンネルが増えたら増えただけ背景音が増えていっちゃうし、残響も同じように増えていっちゃうんですね。なので、喋ってる人 だけの音をオンにしてあげれば、フロアノイズは1本分のノイズで収まりますから、ノイズが下がるってことになりますね。なので、このオートミックスが乗ってないと、編集時にパリ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 切って、ノイズを減らさなくちゃいけない。で、もちろんね、昔から1本のマイクでさ、いろいろやってノイズディダクションのない時代は、その静音って言うんだけど、人の声だけを切り出してきて、ザーって言ってるとこは全部切るっていうね、編集作業をかつてはして、それだけで丸1日2日かかっちゃうみたいな、もっとかかるみたいなね、映画だとね。まあそんなような作業が、今はこのオートミックスをオンにしとくだけでなんとかなっちゃうんで、まあこの機能は必要なんだけど、ただね、オートミックスがね、どのくらい効くかっていうのがちょっと難しくてね、映画みたいにささやく声と大声が混じってたりすると、うまくいかなかったりもするから、その辺はちょっと、オートミックス使うか使わないかは、ちょっと現場現場でいろいろ難しいし、背景音がうるさい場合にオートミックスが効かない場合もあるし、残響が多いとオートミックスが効かない場合もあるから、あればベターで、うまくはまればね。で、オートミックスがうまくはまるためには、レベル調整、入力レベル調整が非常に重要になるんですよ。まあ、ちょっとそれはまたね、他のレコーダー解説の時にしようかと思いますけど、オートミックスがあるっていうのが当たり前でないレコーダーだと、まあ難しいなと。逆に言うと、ちゃんとしたオートミックス乗ってたら、対談の時には静音なしで使えるから、そのままオンエアできちゃうぐらいの感じなので、まあそういう機能があると、作業の手間が非常に下がるし、僕らみたいなプロの
あの録音技師行かなくてもそういういい音取れちゃうからね。そうじゃないと僕らやっぱりフェーダーで喋ってる人の声を上げて喋ってない人のフェーダーを下げるって作業をやっぱりしてますからね、まあ、それが必要ないレコーダーっていうのがまあ最近は登場してますよと。でノイズリダクションが乗ってるレコーダーもあります。で今うちであるのはミックスプレっていうこのサウンドデバイス社のこのレコーダーですね。こいつは、ノイズリダクションが乗ってるし、ただ乗ってるんじゃなくて、ノイズリダクションの強さを、調整できます。で、さっき、DJ のマイク2とか、ホリランドのラーク M2 とか、まあ、ソニーのマイクとか、ノイズリダクション乗ってるけど、あれ、オンかオフしかないんだよね。で一応インテリジェントなのが乗ってるから背景音を監視して自動的にいいレベルでノイズを抜くっていう機能は入ってんだけど、外れた時に音が壊れちゃうんだよ。なので聞きすぎちゃうってことだね、ノイズリダクションがね。だから変な声になっちゃうのね。でそれはノイズリダクションをやっぱりね、ノイズリダクションって非常に難しくて、編集時にかけるノイズリダクションも深さをコントロールできますよね。強さ深さをね、強さ深さって何かっていうと、どのくらいノイズを引きますかっていうのと、どのあたりから聞かせますかという2つがあるんだよね。要するにノイズと判定するためのレベルと、判定されたノイズをどれだけ引き算しますかっていう2種類が必要なんですよ。でそれがまあマイク2とかには載ってないから、まあそのマイクの一番いいところでしか使えない。逆に言うとラベリアなんでね、マイク距離がいいとこに入ってれば大体いいんですよ。なんだけど、まあ、ノイズリダクションの効きが悪い時には多少こうやって あいつらは変えてあげていいとこ選べって感じだけど、なかなかみんなそんなことしないでしょ。なかなかそれは難しいことなんだけど、このクラスだとそのノイズ、まあ、これはね、ノイズを引く深さだけ、一つしか項目がないんだけど、まあ、それでこう聞きながら、ノイズを抜いていくって作業ができて、ただね、これもまあ、なかなか、こいつも難しくて、何デシベルノイズ引くかっていうデシベルで引くんだけど、やっぱりね、環境が悪いと、残響が多いとつった方がいいかな、残響が多いところでノイズリダクションを使うと、まあコンプレッサーのかかったような音っていうんだけど、音の始まりがうおってっていうこんなような音になりがち。要するにノイズを喋ってない時はノイズをガンガン弾いてて、喋り始めにノイズリダクションを聞く量を減らすわけだけど、そうすると音が不自然になっちゃうから、まあ対談の時にノイズリダクションを聞かせると難しいね、これはね。っていうのは、こいつのノイズリダクションが4チャンネルなら4チャンネルの音を混ぜた後で引き算するから、そうやると非常に聞きが悪いね。で、多分、2チャンネル分しかノイズリダクションがないから、2人の対談だったらマイクそれぞれに別のノイズリダクションかけといてあげれば、そういう悪さは多分しないと思うんだけど、ミックスされた音だと、声が被ってる場合、同時に喋ったりするときにずっこげがちだから、まあその辺のこともあって、一応はだから、ベストはね、マイナス6デシベルぐらい弾いてあげると、どんな場所でもね、スタジオのような静寂が訪れるんですよ。で相当うるさいとこでマイナス9デシベルぐらい下げてあげたら、本当に静寂。いつもまあ僕、サウン、あ、何アンビエンス散歩みたいなやってるじゃないですか。で、そうすると、うちは飛行機の航路になってっから、羽田と成田も両方かな。なので、飛行機の音ばっかり聞こえてるんですね。3分ぐらいに1回は来るからね、飛行機がね。その飛行機の音さえもですね、消してくれるんですよ。なもので、マイク1本だったらね、ショットガンで使ってる分には、多分ノイズリダクションすげえ効くんですね。とっても綺麗に抜いてくれるんだけど、ピンマイクで、複数になった時にはノイズダクション入れるとやばいから、ノイズダクションなしにした方が良くもなっちゃうんだよね。編集時に弾いた方がいいよっていう話になっちゃうから。ただこいつの場合ミックスされた音だけノイズ弾いといて、そいつをカメラに送っといて、生のノイズダクションかかってない音はレコーダーの中記録されてるから、まあ編集時に好きな方使ってよっていう感じで渡してるんで、それでまああんま文句は出ないから、それでいいのかなって気はしますけどね。
でもう一個はね、後でも紹介しますけれども、今撮ってるこの音ですけども、ローランドの、VR6HD、ね、30万円のスイッチャーですけど、俺はスイッチャーっていうよりはむしろレコーダー的に使ってんだけど、まあその辺かな。まあちょっとその辺はね、個別に監視していきましょう。ではですね、あとごめんなさいね、ここのモニターヘッドホンがないと結局いいレコーダー買ってもなんだかうまくいかないんでね、モニターヘッドホンは必要ですよと。まあ俺の場合 CD900ST ソニーのね、モニターヘッドホンはね、こういうのは使わないとダメですね。さてはて、個別に見ていきます。この間もレビューしましたけども、このレコーダーは神様だ。1万いくら、2万しないんだもんね。1万7000ぐらいですかね。これがね、まあ低ノイズで、まあとにかくプロ用のマイクも使えるしね、プラグインパワーも使えるしね、で、まあプラグインパワーとか電源使わなければね、マイク電源使わなければ乾電池で11時間で、ファンタムはすげえ電気食うから、ファンタム使うと2時間半とか言ってるけど、からね、インターフェースがね、ボタンとメニューがすごく良くなってるんで、すげえ使いやすいね、ものすごい使いやすい。で、例えば横にプラグインパワーの、ステレオタイプの、ステレオピンジャックタイプのマイクブズッと挿した瞬間に入力切り替えが自動的にそっちに切り替わるとかね、とっても使いやすくできてるね。インターフェースがものすごく進化してるんで、まあこれに、まあこの間もやりましたけども、バイノーラルマイク使うのもいいし、まあこんなようなクソ長いショットガンマイク使ってもいいし、要するにプロ用マイクを手軽に使うのにこのレコーダーがあれば完璧。それからちょっと見にくいですけども、このあたりにですね、入力レベル切り替えがついてて、いわゆるライン入力って、まあ劇あの何ホール文化会館みたいなところのミキサーから音をもらうときに、その出力が、ラインっていう強烈な音で来る場合でも、マイクって低いレベルで来る場合でも、レコーダー側でパッチンってやるだけで入力レベルを切り替えられるから、まあこれ一個あれば、とにかく動画録音、動画でいろんな撮影に行くと思うんだけど、あらゆる場面でこいつが音のインターフェースになってくれるってことだよね。なのでこれはね、とにかくああ持ってきててよかったっていうやつだから、とにかくまあ1枚からだから、とにかく買えないのかな、もう今またどうなの、売ってんの、アマゾンで買えないね、なんだかわかんないけどね。まあこれいいですよ。これはとりあえず、他にレコーダー持ってたとしても、とりあえずこれを持って歩けっていう、カバンに入れとけっていう感じですね。で次にですね、今映画屋の中ではね、大きく二分されてるかな、この F6 というズームの F6、 これはまあ3年前ぐらい出たのかな、4年前かな出た。まあこれはある意味もう映画の現場で何使ってんのって言ったら、大抵みんなもうこれを使ってるよね。頑丈だし、まあ32ビットフロートで簡単で、ただフェーダーがこれだから、こう聞きながら調整するっていうことが、なかなか録音しながら調整するっていうのはちょっとやりにくいから、大抵のやつはスマホにコントロールアプリ出してスマホでピコピコやってっけど、まあ俺的にはそれも誤操作が多くてどうなのって、ただ32ビットだからとりあえず撮っときゃいいんじゃねえのってとこもあって、まあ楽ちんかな、ただちょっとこの32ビットフロートを使った時に、ここもこう見えてますけど、こっち32ビットフロートレベルメーターなんですけど、こっち出力が24ビットレベルメーターになってて、32ビットの方がレンジが広いから、それを24で出力しちゃうとかってレベルオーバーマークが出たりするんだよね。だからカメラに送る時に、レコーダー側は音割れしてないんだけど、カメラに送った先でカメラが音割れしちゃうってことが起きるので、ちょっとねこの仕様は変えてもらわないと難しいよね。ちょっとここが難しいね。どうやっていいかは多分現場でいつもみんな揉めちゃうとこなんだよね。だからまあレベル低めで、こっち側のレベル低めで撮っといて、最終的には24の幅で撮ってるっていう、結局32で撮ってんだけど、現場で音作りは24ビットの幅で撮ってますみたいなことになっちゃってっから、まあそれ32ビットなのかっていう気はしなくもないね。24で撮っときゃいいじゃねえのみたいな気もしなくもないんだけど、まあそれからちょっとインターフェースがね、まあ古いっていうかね、3年前の仕様なんで、このボタンの組み合わせで、いろんな
ものを買えるんだけど、それがやっぱりね、下2つを押すと、新ファイル、ファイルの新番号が変わるとか、いろいろショートカットがいっぱいあって、それを使えて慣れると、もう見ないでもパチンパチンってやって、ファイル名を、まあ、映画の場合は、シーン、カット、テイクって3種類の数字を使うんだよね。で、それを、このレコーダー自体に、ボタンだけで、シーン1、カット3、テイク2とかって、で、テイク2失敗したら1個ボタン押したら自動的に、テイク3って番号がインクリメント上がったりする機能があって、それ使ってね、後で編集するときに、シーン5のカット3の音どれってたときに、ファイル名で探せるからさ、非常に楽だよね。やっぱり映画だとね、1回にだいたい4000ファイルぐらいになっちゃうから、4000個のファイルから狙ったものを見つけ出すって至難の技なんだよね。で、タイムコードで見つけりゃいいじゃんっていうのもあるんだけど、タイムコード管理がうまくいかないんだよ。無線のタイムコード管理とかって結局俺も散々やったけどうまくいかないから、じゃケーブルつなぐのかったらケーブルつなぎたくないからね、なかなか難しいので、結局はそのタイムスタンプ、何月何日の何時に撮ったってことが一番信頼性が高いことになっちゃうんだよね。だけどファイル名でやっとけばその調べるのが非常に簡単になるので、まあ、その辺がこれのいいところかな。コスパもだから7、8万だね、今ね。なので、まあ価格から言ってもいいし、それからソニーの L バッテリー直接付けられるから、とってもいいよね。ちょっと重たいけどね、デブっぽいしね。なので、まあ定番中の定番ですね。なんかこれ持ってれば、まあどんな現場でもいけちゃうよね。で、この上に F8N Pro っていうのが出て、32ビットの、ズームの8チャンネルレコーダーが出て、まあ、あれも今定番は定番なんだよね。でも8チャンネルまでいりますかっていう問題だけがあって、8チャンネル全部使うっていうのは相当バカな映画だね。8人が全員喋るみたいな。まあ、それって大体劇団が主催してる映画だとか、まあ、あとはイケメンの 2.5 次元系みたいな時にたくさんなんていうの。要はね、劇団系の監督が撮っちゃうとどうしても俳優たくさん出したくなって、ばっかみたいな人が多くなって、同時に喋るみたいなことが起きちゃうから、録音上は非常に難しくなってクオリティを下げる結果になっちゃうんだけど、まあ、そういうの好きな監督もいて、そんなにたくさん出たから映画が面白いのかって、見てる方にしたらたくさん出たら出ただけ面白くないからさ、誰見ていいか分かんないからね。まあ、そんなようなこともあって、まあ、8チャンネルあれはいいけど、8チャンネルミキサー使うっていうのはもう稀だね、今はね。年に1回あるかないか。この6チャンネルミキサーで十分な気がしますね。っていうことで、で、次ですけども、これが今僕が主流で使っているミックスプレイですね。ミックスプレイの6というのを使ってます。見えてる通りに、フェーダーが使えるのが4チャンネル、プラス、オクジュアリー AUX、オクジュアリーが2チャンネルあって、2チャンネルは、メニュー内でレベルメーター、レベルを調整できますね。なもんで、実際にはミックスプレイ6って書いてあるだけのことあって、6チャンネルミキサーなんですね。なので、こいつがフィールドレコーディング、アンビエント撮るときでも、から番組撮るときでも大抵これで済んじゃってるね、6チャンネルでね。で、フェーダーがですね、まあこれコルグの汎用のフェーダーですけども、この、まあ、4種類ね、使えるんだよね。コルグで2種類、それから赤いのフェーダーと、あと忘れちゃった、どっか外国のメーカーのフェーダーと使えて、で、これで、6チャンネル全部、これ8チャンネルフェーダーだけど、この6チャンネル分でフェーダーコントロールができて、ここのノブが、まあ、左右のパンにも使えるし、プリアンプ、マイクゲインにも使えるんですね。で、それは、ショートカットで切り替える、あとカスタマイズできる、ミディコントローラーなんでね、ミックスプレイの中から、このノブは、ゲインにしますよとか、パンにしますよとか、まあ、3種類ぐらい選べたりするんだよね。だから、ここにいろんなボタンがあるけど、このボタンを押したら、ピーっていう基準音出るよとかさ、マーカーって言って、今のところ、ミスったからってパチッと押すと、音声ファイルにマークがついて、後で見たら、あそこだけ、あそこ壊れてるとこだねとか、あそこ読み間違えてんねみたいなことはマークができるとかね。まあ、いろんなことを、まあ、
カスタムキーになってますから、割り当てることができるよってことなんで、まあこれちっちゃくて軽くてなんか1枚もしないぐらいのフェーダーだったから、さっきのね、こいつはフェーダーがですね、外部の別売りフェーダーがもうね販売してないんですよね。だからオークションでもすげえ高い値段で売ってて、でプロがもうとにかく手に入れたいんだけど手に入れられないってみんな困ってて、一応俺はメーカーにはもう一回売ってよっていう話はして、そうですねって言ってたから売られるのかな。まあそれよりはこういう汎用フェーダー使えるようにしてもらった方が全然いいんだけどさ、まあそんなようなところもあって、でこのミックスプレイシリーズがまあ3チャンネル、まあ5チャンプラスをオグジュアリーで5チャンネルで、4ちゃんプラス2ちゃんの、オグジュアリー付きのこのミックスプレイ6、それからミックスプレイ10っていうのは8チャンネルプラス2という入力を持った3種類が出てますね。でこいつの特徴はね、当然のことは32ビットフロートなんだけど、音質がねべらぼうにいい、べらぼうにいいってね、音質がいいっていう意味はなかなか難しいんだけど、音がね、難しいな。そのズームの音は撮ってそのままあって、それ劇場から入ったらそのまんまその音が聞こえます。だから全然いいんですよ、音の劣化がしてなくていいんだけど、こいつは聞いた音が、入ってきた音がすごいレンジで撮れて、音のレンジちょっと難しいね、メリハリのあるすごい、まあだからダイナミックレンジが広いっつった方がいいね。小さな音はより小さく、大きな音はより大きく、だすごいダイナミックレンジ広く撮れる。カメラで言ったらだからローで撮ったみたいなことなんだよ。ダイナミックレンジが広く撮れるんだけど、出力した時のダイナミックレンジはもっと狭いから、ここで聞いてたいい音が劇場で再現されるかっていうと再現されないね、基本的にね。相当いい再現環境じゃないと聞こえないんだけど、だから編集時もそれに見合ったその環境で編集しないとその音をそのまま活かせないんだけど、まあただ完成された音をそのまま貼っておけばそのままいい時にはいい音で聞こえるからね。で逆に難しいのはいい音で聞こえすぎちゃってて、すごい聞こえないようないい、なんていうの、微細な音も聞こえてて、よっしゃっつって作品になった時にあの音が聞こえないねみたいな感じになっちゃうから、ある意味騙されて、あの時はもっと迫力があったのになみたいな気がしちゃうから、そこのところで脳内変換しないと、ここまで聞こえてるのはここだけで実際にはもうちょっと聞こえてないよねみたいなことを慣れていかなくちゃいけないかもしれないね。で、もう一個は、プラグイン有料なんですけどね、まあ、何種類かプラグインが出てて、まあ、そのうちのさっきノイズリアクションの説明しましたけど、ノイズリアクション高いよ、1チャンネル300ドルですから、2チャンネル入れると600ドル。まあ、それ以上増やせないんだけど、いくらよ、900ドルって今、あ、だ、600ドルだ、600ドルって今いくらよ、9万円ぐらいでしょ ?9? で、レコーダー自体が僕買った時はまだね、円高になる前だったから、ミックスプレイの6が18万円だったんだけど、今22万5000ぐらい、すげえ上がっちゃったね。なので、でプラグインはアメリカ決済だからそのままドル円換算されるだけなんだけど、にしたってプラグイン2発入れちゃったら両方で30万を軽く超えちゃうじゃないですか。に対して F6 は10万切るじゃないですか。7万円ぐらいでしょ。3倍4倍の値段でしょ。4倍の値段出す価値がありますかって言われた時に、まあ俺みたいな音屋さんはさ、まあいいものを目指すってことで、まあね、当然のことながら、まあこれ導入しましたけど、まあ普通の人は結局聞こえるものがね、これでいい音取ったとしても、聞こえるものは F6 と変わんないんでね、聞こえるっていうか再生環境のことを考えたらね。なので、まあ F6 持ってればこれである必要はないんだけど、一方で俺みたいに環境音量感のアンビエンターとしてはですよ、このクラスの音がないと微細な音が聞こえてないから、特にその自然の音なんか取る場合にはこのレベルのレコーダーがないと難しいよね。で一応これのね、
ミックスプレイが出た頃のレビュー、世界中のレビューを見るとですね、まあ、一応このカシミールっていう名前のプリアンプ、まあこれはこのサウンドデバイスって会社が勝手につけたプリアンプの名前なんだけど、やっぱりね、プリアンプの性能の差がやっぱりあって、で、ズームさんはあのデュアル AD コンバーターっていう、まあ、プリアンプからデジタル化するところのユニットが2段階になってるよっていうのを証明してて、小さな音から大きな音までうまくやってますよって言ってんだよね。で、当然これもね、このミックスプレイもダブルで AD コンバーター入ってると思うんだけど、プリアンプがやっぱり高音質低ノイズっていうことを歌っていて、で、俺の耳ではですよ、だからレビューではどっちもどっちだねっていう言い方をしてるんだよ、レビュアーはね、このミックスプレイと F6 に関して言うとね。じゃけど俺的には圧倒的に音が違う、圧倒的にこっちの方が音が豊かに取れるんですよ。で、それはこいつのプリアンプと、それがヘッドホンアンプもいいんだと思うけど、で、やっぱりその3倍4倍の値段がある分だけの差があって、多分ね、レビュアーの人たちはいいマイク使ってないんだよ。まあいいマイク使ってないって語弊があって、そのこれを生かすマイクを使ってないって言った方がいいかもしれないね。で、大抵レビューしてる人はね、音楽撮ってる人がレビューしてるね、これね。で、音楽屋さんに言わせると、まあ、どっちもどっちだねとか、まあ、音は F6 の方が好きだねとか、こっちの方が好きだねみたいな好き嫌いな話にしてんだけど、やっぱりこれ映画用なんでね、映画のマイク使った時に、何ができるかっていうと、やっぱりね、楽器の音とか歌声っていうのはある一定以上の音圧があるんですよ、どうやってもね。小さな音で聞こえてるものもあるって言ったって、その僕らが撮ってる音に比べると数段音はでかいんだよね。で、このこいつのすごいところはやっぱり小さな音に対してのレンジが広いんで、まあアンプ性能みたいなのですよね、カメラで言えばね。アンプ性能が非常に高いので、だから何 ?FX3 とかさ、α7S3 とかと一緒で、すげえ小さな音に対して、すげえ分解能高く取れてるから、だから音が違うんだけど、そこのところが楽器屋さんには分かんないんだと思うな、多分ね。なので、映画用として考えた時には、この音質はすげえなと。すげえなと思います。まあ、ちょっとこれもオタクな世界なんで、買いますかって言われたら何とも言えないけど、この下のミックスプレイ3ってのがあるんですね。3-2ですね、今ね。それは3チャンネルミキサープラス2チャンネルってやつで、すげえちっちゃくて、俺もう1台3買おうかなって思うぐらい、仕事では4チャンネル以上ないとできないから4チャンネルなんだけど、いやー、巷でそのアンビエントだけ撮るんだったら3でいいなっていう気がするんだよね。で、3でちっちゃくて軽いからね、そのサイズのメリットはやっぱり大きいから、ただ、今、いくら17、8万かな、3がね。で、そこにまたプラグイン入れるとなると、とにかくね、このプラグインがね、アンビエント撮るときにはこのプラグインはね、ノイズ出したらすげえいいですよ。本当に狙った声だけ、その鳥の声とかセミの声とか、くだらない自動車の音とかがずーっと落ちてっちゃうから、スタジオ録音ですかみたいなことは手に入るんで、まあいいかなと。まあもちろんね、編集でやってもいいんだけどね、当然ね。編集でも同じことはできますね。まあということで、オタクの話でした。で、長えな、今日もまた。40分以上喋ってるぞ。ざまびろ。で、最後になりますけども、今、うちで、その配信とかテレビ番組にこれ買ったんだけど、超いい。もうメーカーにさ、俺もうさ、メールってかメッセージさ、広報のさ、美人さんにさ、これパリパリパリってさ、これすごいねっつってさ、メッセージ出したら、ラブレターありがとうございますなんて書いてきたけど、すごいね、すごい、まあ、スイッチャーとしても、今これ、こいつで撮ってるんですけども、スイッチャーとしては、まあ、必要最小限というか、まあ、ここが、そうなんだけど、ピンピーが、
2つね。だから今これ2つ、このちっちゃい私と大きな私は別のチャンネルなんですね。だから、こうやって2ついっぺんにも出るんですよ。下に1枚あって、だから今3レイヤー重なってるでしょ。この上にさらに、これ何が出てくる？これ。全然知らない人の名前が出てきた。もう1個レイヤーが出てくるわけだけど、このぐらいできれば配信は大抵ね、いけちゃうじゃないですか。なので、必要最小限の機能は、配信でプロレベルのものを作るときにはこれいいかなというとこと、まあ、この間、まあ、レビューはしたんでね、細かいことはあれなんだけど、まあ、音がね、音がすげえいいです。音がね、これもう、あらゆる場面で音質よく撮る、取っ手出しができる、素晴らしい。この間もだから、本当に、BS 富士のね、鉄道伝説これで撮ったけど、もう全然俺的に、うわぁ、もう取っ手出しでオンエアっていう感じの、もう超いいですね。で、コンプレッサー前にもね、ちょっとこれレビューの方を見てもらえばいいけど、コンプレッサーで音圧をうまくコントロールできるのと、オートミックス、さっき言いましたけど、オートミックスが入ってるし、ノイズリダクションもうまくかければうまく聞く。ここのノイズリダクションのかけ方はコツがあるから、ちょっと今研究中だけど、だいぶ分かってきた。これ難しいんだけど、こうずっと喋ってると安定してくるんだけど、ラウドネス補正って、今はこれラウドネス補正かけてますけども、音圧一定にする機能と、まあ、こういうの全部混ぜてった時にどうなりまっか、みたいなところだよね。なので、その辺とか、まあ、それを結構ボタンで簡単に調整ができるので、その辺が、まあ、やっぱりリアルタイムに、この辺はやっぱり音響屋さんの技術だね。舞台音響のね。なんで僕らの世界とはちょっと違う、スタジオとかの技術が詰まってるんで、まあこれはね、音、要するに音用のミキサーとしてもいいんじゃねえのっていう感じか、音用として買った、音のミキサーにスイッチャーがついてるよっていう感じかな。で、これはできるかできないか知らないけど、メーカーに、頼んでるのは、もちろん絵が録画できるっていう機能は当然載ってるし、ミックスされた音がステレオで録音されるファイルになるっていうのは搭載されてるんだけど、今この6チャンネルプラス、2チャンネルのオグジュアリー AUX で8チャンネルミキサーが載ってるんですけど、その音をね、別ファイルで、もしくは別トラックで音としてファイルにしてくれないとねえ、バックアップができないじゃないですか。音がミックスされた音しかバックアップされてないっていうのは、僕らの世界で言うと、うわ、それは困ったなっていう、結局他で録音しなきゃいけないよねってことになっちゃうんで、本当はこの、機能として音を別に保存してくれるように作ってほしいなって、一応要望は出しました。要望はね、メーカーにね。で、一応できないわけじゃなくて、外部に、アトモスの忍者5みたいな、もしくは、ブラックマジックの、なんだっけ、レコーダー付きモニターみたいなところに、HDMI 仕様で、HDMI って音を8チャンネル、まあ、実際12チャンネルまで、映像ファイルに音が12チャンネルまで音を入れられるんですよ。で、なので、こいつの場合は8チャンネルまでを、HDMI レコーダーに送れるので、外部モニターに、で、録画してあげれば、音は8チャンネル、映像ファイルの中に仕込めるので、一応はね、できるはできるんですよ。バックアップを HDMI モニターで録画しておくと。まあ、そうなると、まあ、めんどくさいはめんどくさいじゃないですか。だからって、やるんだったら、そのは音声の別トラック、ぐらいは作ってほしいな。ただだいぶそのファイル処理にパワーが食われるっていうか、帯域幅の問題があって、その画質のビットレート上げていくと、いろんなことができないみたいなことになってくんだよね。要するにファイルとか配信に力入れていくから、だから配信のビットレートと音声ファイルは関係ないはずだから、データとしては持ってるから書き込んでくれるだけでいいんだけどね。音声ファイルは、ステレオは作っていくから、そのステレオファイルの中に8チャンネル全部、ポリフォニックって一つのファイルに多チャンネルでいいから録音してくれるといいな、と切に願います。ということで、
にゃがったらしく、にゃがったらしくですね、お話ししましたけど、すげえ話してるね。いずれにしてもですね、最新の春風さんの録音環境を解説してみましたけども、全部を変えみたいなことではないんですけども、必要な部分で参考になればというふうに思います。ということで、長かったでございますね。お付き合いいただいてありがとうございます。チャンネル登録もしていただいてありがとうございます。それからいろんなご支援ありがとうございます。ということで、またね、CP プラスが11月ありますね。それ春風さん毎日行っておりますんで、また健康時なのですね、サムヤンのところにいるんじゃないかな。またね、いつもね、説明員としてやってますけども、それ以前にな、10月ぐらいにまたセミナーを一本やりたい気もしますね。何やろうかね。そんな気もしますので、また春風涼しと話したいみたいな人々を、お手を挙げみたいな感じでございます。ということで、春風涼しでございました。